じゃあ今日もチーム対象のみんなで YouTube 撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ジュンさん、あれですよね。お今願いしま日はす。アメリカ来てから使い始めたウェブサービスとかアプリの話をするんでしたっけ？そうです。アメリカに行かれて、まあ、日本との違いもありつつ、たくさん使われてると思うんですけど、その中から厳選した、大賞おすすめベスト3の、ウェブサービス、アプリっていうのを教えていただければなっていうふうに思っています。OK です。もうご存知の通り、めっ僕めちゃちゃめ聞ちきゃたいです。IT、ありがとうございます、みのさんも。僕めっちゃこの IT とかのサービス大好きだから、すっごい数使ってるんですけど、紹介していきたいと思うんですけど、その前にちょっと一個だけ超重要なポイントがあって、iPhone 僕使ってるんですけど、もし、まあ Apple ID ってみんな結構持ってると思うんですね。で、アプリを入れるときに、日本用のアプリ ID と、アメリカ用の Apple ID を分けて絶対作っておくことっていうのが最初おすすめっていうのがあって、アプリによってはアメリカで作った Apple ID っていうものにしてないとインストールできないアプリっていうのが結構あるので、なんかもうアプリの紹介の前にここちょっと重要ポイントとして紹介しますね。はい。一瞬2だつけ突っ込んじゃっ Apple ていいですか？ ID。どうぞ、どうぞ。Apple ID をアメリカで作る。アメリカ用のアップル ID を作るっていうのは、日本にいながらは作れなくて、アメリカに来ないと作れないって感じなんですか？どうだったかな？ちょっと正確な記憶曖昧なんですけど、日本でもアメリカ用のアップル ID は作れた気がします。作れるんですね。はい。じゃあ、事前に準備した上でいけると。そう。ポイントは、なんかどこの居住地ですかみたいな項目があって、そこを日本、アメリカ、どこを選択するかっていう違いだったと思うので、なるほど。なるほど。一つです。はい。ぜひ作ってみてください。ありがとうございます。Apple ユーザー、iPhone ユーザーの方、まさにやってくださいってことですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、早速、対照的おすすめアプリ、まずは第3位から、発表していただけますでしょうか。はい。第3位。3位からか。で、しかも、全領域でって感じなの。めっあ、ちそうゃあでるんすだけど、ね。いろいろ、金融領域とかさ、なんだろう、レジャー用のアプリとかさ、仕事用とかめっちゃあるけど、いろいどうろいあう？りますね。なので、どうするのがいいですかね。まあ、ジェネラルに、どうするのがいいですかね。その多分ここちょっと切ると思うんで、どっちみちょっともう一回聞き直さないといけないんですけど、どうするのがいいですかね。生活者目線の方がいいですかね。そうでみすーね。のさん、みーのさん、なんか思いつきます？なんかうまく、多分ね、3つなんですよ、それも。仕事、買い物、金融はでも前喋ったから別に分けてもいいんだけど、なんかそういう3つで、それぞれベスト3を上げてってくださいとか言って喋ると、なんかすごいまとまるし、なんかいいなとかっていう感じなんだよね。例えばね。確かに。そうですね。仕事編、生活仕編。事、買い物。もう、どうだろうな。ちょっとアメリカに生活したいっていう人から考えると、やっぱ生活者目線の話が一番、なんかクリティカルな気がするんで、そこを一発目に持ってくるっていうのもありかもしれないですね。生活者目線でのな買いん物かアプリとか。仕事用のアプリって結構日本とそこまで変わんないんだけど、生活者目線のアプリだとめちゃくちゃ変わるんですよ、実は。でだすよね。から、アメリカ来て便利だった、生活してる上で欠かせなかったものは何ですかって聞いてもらうのがいいかな。で、そしたら今 iPhone の画面見てるんですけど、とか言いながら喋り始めるから。わかりました。で、ちょっとはそい。れで今取り直します。よし。あ、そっち最初に見るとかいいし。はい。それでは、対照的、アメリカでの生活で、これを役立ったというアプリ、教えていただいてもいいでしょうか。あ、そうっすね。まあ、生活するっていう意味だと、僕の場合は、みんな知ってると思うんですけど、Amazon はおめちゃくちゃ助かってますね。お。それで、はやはなんでり、Amazon、あ、どうぞどうぞ。はい。はい。やはり日本と、アメリカ、どちらでも、もうすでに使い勝手が分かっていて、
アメリカでも使えるからっていう理由ですか、なんかもっと違うとかありますか。実はそういうところじゃなくて、ちょっと説明するんですけど、まず日本のアマゾンってアマゾン CO.jp じゃないですか。で、アメリカのアマゾンってアマゾン .com なんですよね。だから、サイトは別なんですよ、うん、正確に言うと、まず、うん。で、僕は両方のアカウントを使っていて、で、アマゾン .com をここまで使うと思ってなかったんだけど、アメリカってめちゃくちゃやっぱ EC を使うってことのメリットが大きいと思ってて、僕の状況もあるんだけど、どういうことかっていうと、うん、日本だと、まあ正直、なんだろうな、買い物とか、店も密集してるじゃないですか、東京だったら。スーパーも密集してる、なんだろう、はい、IKEA までのバスもある程度なんかちょっと出てるとか、なんかそういう感じだと思うんですけど、うんうん、僕が今住んでるアメリカオンタリオ、アメリカのオンタリオっていう場所だったら田舎だし、そんなに僕今車を持っていないって事情もあって、あの行くのがまず大変なんですよ、買いに行くのが。特に家具とか、うんうん、ファーニチャーって英語だと言うけど、だからそれをもう、うんうん、届けてくれるってめっちゃありがたいんですよ、アメリカにおいて。だからアメリカって e コマースがめちゃくちゃ普及してるんだ、うん、日本よりもっていうのを感じてて超いいですよ。なか家から実際の店舗に行くまでの距離が長い が決定的に日本と違う。だから運んでもらうっていうことに価値が日本よりむちゃくちゃ高いってことですね。そうです。特に車持ってる人とか、めっちゃその価値が高くて、はい、特にアメリカでも田舎カントリーサイドに行けば行くほどそれが多分享受できる、うん、そのメリットを感じられるっていうのがあるのと、うん、あとただびっくりしたのは、なんかその日本のアマゾンで買い物もちろんしたことあるし、楽天とかでも買うけど、なんかすごい驚いたことがあって、あの、うん、この間も机と電気スタンドとエアマットレスみたいなの買ったんですよ、うんうん、そので買った時に、うん、届いたらもう玄関に野ざらしで置いといたよ、うん、外にっていう写真がアップロードされて、あのそうですね、ハズビンデリバードみたいな、デリバーされましたみたいな通知が来るんですよ、うんうん、ワイルドじゃないですか、めっちゃ。あの日本みたいな置き配してとか、あの なんかちゃんと押すとか、そういう詰め込まれてなくてポンって置かれるんですよね。ドンって置いてあって、そのドンって置いてあってある写真が、はい、あのその多分配達員の人が写真撮って、はいはいはい、アップロードしたやつが、はい、メール通知で届いたよっていう中で見れるみたいな、はい、その写真が、ね、そう、うん、それです。家の外に置かれるわけですよね。家の外、家の外、悪い人がいたら、いやそうじゃないですか。でもなんか、まあ、盗まれたら、うん、いやだから盗まれるとか全然リスクあると思うんですけど、それよりも多分行って戻ってもう一回配送するコストの方が高いんですよ、アメリカって。そうですよね、人件費高いし広いから、はいはい、でこれ今僕もその、はい、冷凍食品とかだったら余計難しいなと思ってて、配送がだって温度まで管理しなきゃいけないじゃないですか、うんうん、で温度が関係ないやつでもそんな感じだから、はい、もうなんか配達の仕方と配達の考え方が全然違うなってちょっと思いました。そうですね、多分これ僕の試験で確認しなきゃいけないですけど、 Amazon.com の使用許諾に多分配送した外に置かれるんで、盗まれてもそれは Amazon 責任外ですよみたいな、なんかそういうのはひょっとしたらあるのかもしれないですね。いや、ただなんか知らないうちにこう許諾してる可能性ありますね。違う、他にもあるんですけど、ルールは細かいこと分かんないんですけど、ちょっと僕おっちょこちょいなんで、アマゾンのレコメンドスタンド買ったんですよ、電球スタンド。で、電球スタンド買った時に、うんうんうん、その電球のサイズをちゃんと合ったやつ買わなきゃいけないんだけど、うんうん、なんかアマゾンの推薦してきたやつが自動で、それがサイズが合ってないやつで、で、それを買っちゃったんですよ。で、サイズが合ってないから返品したいっていうオプションにこう辿ってったんですけど、なんかホールフーズとか、そういう、うんうんうん、ところに持ち込むと返金してあげるよみたいな仕組みが Amazon.com はまだ発達しててあるんですよ。で、あるんだけど、ね、僕の場合、ね、ホールフーズも近くにないし、車ないから、行くのも難しいから、あの、Amazon がレコメンドしてきたんだから、はい、なんか返金してくれないかって言ったら、ね、返金は無理だけどって言って、その、なんだろうな、ね、ギフト券みたいなのくれたりとか、なんか、その、すごいカスタマーサポートをもうしっかりしてんすよ。そういうなんだろうな、社内のルールと照らし合わせながらチャットとか電話で質問したらパッパってこうなんかこうカスタマーの気持ちを汲み取りながら素早く対応してくれるんですよ。
で、これって結構すごいなと思ってて、あ、もちろん英語での代表にはなるんですけど、はい、すごく感動したんですよ、そこは。あ、ちょっとそれは興味深いですね。私の日本は、ちょっといいですか、日本人感覚で言うと、日本って結構きめ細やかなカスタマーサービス歌ってる感じがするんですけど、はい、アメリカとか海外結構雑かなっていう、僕勝手に思ったんですけど、今の話を聞くと違うんですね。いや、なんかそんなことなくて、Amazon に関してはきめ細かな、うん、自分が明確にこういう理由でこういうミスが起きて、こういうことを望んでるって、うん、三段論法で英語でちゃんと端的に説明すると、こういうことはできるけど、こういうことはできないっていうのをちゃんと返してくれるんで、うんうん、なんか意外とそれができるんであれば、そういう言葉のキャッチボールができるんであれば、うん、僕結構カスタマーサポートの質はオンライン高いと思いますね。うん、まあまあそうそう、オンラインで離れてるから対応しないといけない。説明できればできちゃうね。はい。そうそう、うんうん。みたいな感じで EC すごいおすすめですっていうので、でもジュニアさんちょっと話戻すと、なんか一個言っちゃったんだけど、多分ね、Amazon.com が一番結構ないと困るかも、生活の上で僕は。おお、なるほどなるほど。Amazon っていうのが1個目。ありがとうございます。はい、でちょっと2つ目も教えていただけますでしょうか。2つ目は、まあちょっと今自分のインストールしてるアプリ見てるんだけど、生活系って意味で。なんだろうな、結構 Amazon は場所に限らず大事だから。あ、2個目はこれだわ。WhatsApp です。おー、WhatsApp。日本で言ったら、まあ、はい、LINE みたいなことですね。そうです、そうです。アメリカ版 LINE っていうか、まあ、うんうんうん、日本版の WhatsApp が LINE なんだけど、LINE ですね。WhatsApp、はい。そうそう、もう LINE、みんなが、アメリカの人みんなが使ってる LINE っていう感じですと。うん、で、ただもう一個補足したいのが、結構アメリカで友達になったりするときに連絡手段として、まあ、ビジネスだとリンクトインとか使うんですけど、今回ちょっと生活の話してるんでそこは踏み込まずに、なんか個人でこう友達とやり取りするときって、僕びっくりしたのが、主にやり取り手段って2つなんですよ。1個はこの今紹介した WhatsApp なんですけど、この若い世代、少なくともこう30代以下ぐらいだったら WhatsApp 使ってるんですけど、そのもう一個めちゃくちゃメジャーなやり取り手段があって、その iPhone にデフォルトでついてる電話番号で使えるメッセージ機能と分かります？はい、うんうんうん、あれがめっちゃ使われてるんですよ。あ、そうですよね。で最初びっくりして、日本にいた時俺全然その電話番号と紐づく iPhone デフォルトのメッセージ機能って使ったことなかったから、うん、大量に見てなかった通知が来てることに気づいて、でもここアメリカでは結構主流で使ってますね、みんな。うんうん、確かに、うん、結構欠かせないアイテム。ミーノさんも今ボストンでどうですか？はい、そうですね、おっしゃる通り WhatsApp ですね。で、私はAndroid ユーザーなので、さっき言った iPhone の番号に紐づくメッセージっていうのは使ってないんですけど、確かになんかアンドロイドでも番号に紐づく、なんだショートメッセージが、なんかバン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 って、友達ないのになんかよくわかんない番号がいっぱい来るので、ちょっと僕はビビってます。そういう意味では。なんで、WhatsApp はもう間違いなく、使われてるので実感してますね。めっちゃ便利ですし。はい。確かに確かに。これお二人に伺いたいんですけど、その日本では、まあ、主に LINE をずっと使われてたわけじゃないですか、日常生活で。その使い勝手とかだと、WhatsApp は LINE と比べるとどうですか？まあ、僕は個人的に WhatsApp は使ったこと全然あるんですけど、使ったことなくてこれから WhatsApp 入れるっていう方に向けて、その普段日本で使ってる LINE との違いっていうので、まあ、まず対処からどうですか？まあ、でも簡単に言うとさ、なんかほぼ機能一緒なんだけど、絵文字の雰囲気が違うっていうのがすごい衝撃で。なんか違うんすよね。日本ってなんか可愛らしいスタンプとかじゃないですか、LINE、うん、って、うんうん。でもなんかな、謎なんですよね。その猫の、ちょっとふっくらした猫のスタンプとか、ちょっと日本のテイストとは違うスタンプが使われるのと、あと、WhatsApp で友達とやり取りしてると、ミームっていうんですけど、なんか変な画像がいっぱい貼り付けられてくるんですよ。うん、なんて言ったらいいかな。例えば今 WhatsApp 見ながら喋ってるんですけど、
クラスメイトのグループチャットみたいなのがあって、なんか、なんだろうな。パッと出るかな。ありますよね。ミーム送ってくる人いますよね。そう、でも、ミームを なんてうまく説明したらいいのかで結構悩んでるんだけど、ジアンさんなんか説明できる？ミーム。ですね。まあ、その何かの状況で、何か自分が言いたいことがあったとして、で、それを例えば過去の、まあ、有名な映画とか、まあ、ドラマとか、まあ、バズった言葉とかで、それのキャプチャーだったり、そのまあ動画とか短いものをなんか送ってくる、なんていうんですかね。まあ、でも最近、日本でもそういうネットミームとか結構流行ってきてはいて、そうそう、ネットミームみたいなやつ、そうそうそう、そういうのなんだけど。ジフみたいなやつですね。映画のワンシーンを切り取って、ね、なんかこういうやつとか出てきたりとか、おーって吠えたりするやつとか、そういう気持ちを表すとか、感情を表すっていう、そういう文化が確かに WhatsApp ではありますし、うん、なんか海外ならではだなって感じがしますし、確かにそういう衝撃はありましたね。なんだこれ、どう反応すればいいんだろう、どう解釈すればいいんだろうっていうのは確かにありましたね。うん、ただ、そのあれなんですよ。日本だと、例えば僕好きな、そのスラムダンクで、なんだろう、安西先生が諦めたら試合終了ですよとかこう画像を見てられたら、なんかそういうことだなってわかるじゃないですか。あ、諦めたらいけないっていうことなんだ。そうね、ミームの文脈はわかんないんですよ。元ネタがどこなのか、アメリカの文化の文脈だからわからないみたいなのが結構起きるんですよね。確かに、元ネタわかんないのちょっときついですね。きついだから調べながら聞いたりとか、あとちょっとそれるけど簡単に喋ると、まあ、最初 LGTM とかさ、なんか LOL とかさ、そういう略語が意味わかんないなみたいな、Looks Good to Me が、その略されて今みたいになるとか、そういうのがあるわけじゃないですか。なんかそのあたりが WhatsApp のメッセージではカジュアルに飛び交ってるような感じですね。なるほどなるほど、あれ教えていただいてありがとうございます。ミノさんはどうですか、 WhatsApp 使ってみてっていうところで言うと。個人的には僕 WhatsApp の方が好きなんですよね。なんか変な使いやすい、動画をさっさと送ったりとか、写真もアルバムに入れてベッと送ったりとか、勝手に写真とかも数十枚送っても、1枚のこうさ、なんかサムネイルみたいにガチャッと挟まっておくんで、いちいち LINE みたいにこうアルバム作んなくて済んだりとか、ビジネスでも結構使ってる人、出ましたし、サーバールームとかで、私の昔の写真、仕事とかでもサーバールーム行って、エンジニアが、WhatsApp の写真撮ってそのまま直接送るとか、メールとか誰も書かずにやってるんで、ビジネスとの結構親和性が強いなって思ったんですね。で、ちょっとここは LINE とかの発達の仕方と WhatsApp の発達の仕方が違うか分かんないんですけど、ビジネスと普通のコミュニケーション、あんまりこう差がなく使えるなっていう感じが WhatsApp してるんで、僕は結構パソコンとかでもWhatsApp ずっと開いて使ってますし、その辺の親和性は高くて好きですね。なるほど。ありがとうございます。はい。はい、ですね。なので、アメリカで、コミュニケーション誰かとする際、まあ、海外どこでもそうだと思うんですけど、WhatsApp と、まあ、あとはショートメッセージで結構メッセージ来るから気をつけた方がいいっていう、そこをちょっとチェックしておかないと、未読が溜まってしまう可能性があるってことですね。わかりました。ありがとうございます。ではそうですね、最後にもう一つ挙げるとすると、アメリカでの生活で便利なアプリ、最初はいかがでしょうか。そうですね、最後ベンモを挙げたいと思います。ベンモ、ありがとうございます。はい、簡単に簡単に言うと、ベンモはなんか友達とご飯行ったりするときとか割り勘しようみたいになるじゃないですか、いろいろ。あと、まあバーベキューパーティーをやろう、寿司パーティーやろうってなったら、まあ割り勘、スプリットザビルって言いますけど、スプリットザビルしようぜってなるんですけど、その時にベンモとか、あともう一個デルっていうのがあるんですけど、この割り勘アプリがあると、その割り勘がこう一瞬でできる。まあ10ドル、今日例えば30ドルかかったよと、ミーノさんとジュニアさんと大将3人で、まあ我々だから寿司パーティーするけど、なんか30ドルみんなでかかったよと、そしたら10ドル、10ドル、10ドルで割ろうよみたいな話にもしなったとしたら、そのベンモで徴収するんですよ。
10ドルずつみたいなっていうのがあるんで、うん、まあ、あの、なんだろうな、もう欠かせないアプリの一つだと思います。なるほど、ありがとうございます。ミーノさんはベンモは使ったことありますか？ね、実はまだ入れてないんで、名前は何か聞いたことがあったんで、多分あのボストン来てまだ2週間なんで、多分これからあの使うことになるんだろうなと思って、まさに今調べて入れようかと動き始めたところです、はい。ちなみにベンモは、みんなベンモを入れてないと当然やり取りできないと思うんですけど、そのお金って銀行口座と紐付ける必要あるのかなと思ったんですけど。ああ、おっしゃる通り。だから銀行口座を、銀行口座を開けた直後にベンモを入れたって感じですね。で、さらに言うと僕は、あの、ベンモじゃなくてゼルっていうのを最初使うことになったっていうのがあって、うんうんうん、なんでかっていうと、チ、うんうん、ェイスバンクを、口座を開けた時に、なんかゼルがそのビルトインされてるんですよ。デフォルトで入ってるみたいな状態だったからそっちから使い始めたんだけど、みんな、いや、ゼルじゃなくてそのベンモ使ってるよみたいな人が結構いて、寿司パーティーで割り勘みんなでしようよっていう時あったんで、両方ともまあ結論使ってるんですけど、多分ベンモ派の人の方が多数派だと思います。なるほど、なるほど、なるほど。これは東海岸、西海岸問わず、多分ベンモっていうのが全土で広がってるっていう、そういう感じなんですかね。うん、ベンモ広がってると思いますね、基本的には。はい、わかりました。はい、便利ですね、確かに。みんなでご飯行った時とかだと入れられないな。そうそうそう、便利なんで、はい、うんうんうん。入れてみたいと思います。ですね、便利な機能で。これですね、ベンモ。そうですね、ベンモ。これです、出てますね。はい。ですね。見ました、ね、これです。です、そうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、おすすめ、アメリカでの生活するに、あたってのウェブサービスアプリ、おすすめ参戦。まあ、もう一番必需品、必要なのは、まあ、Amazon。そして、第2位、WhatsApp。そして、最後に、ベンモ、割り勘アプリですね。3つということで、あの、教えていただきました。ぜひ、アメリカ、まあ、海外旅行行かれる方でも、ね、はい、あの、必要になってくると思うんで。はい。じゃあ、大将、今日は教えていただいてありがとうございました。ミーノさんも教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。僕も使ってみます。ありがとうございます。はい。で、最近ちょっと読んだ本なんですけど、面白かったのが、おごれる白人と戦うための日本近代史っていう、松原久子さんっていう人が書いた本で、これが超面白かったっていうのがあって、で、なんかタイトルに現れてるんですけど、まあ、やっぱ僕もアメリカで今仕事する中で、なんていうか、やっぱなんていうか、謎のちょっと引け目じゃないけど、ちょっとビビったりとかではあるじゃないですか。なんか、あ、アメリカだ、みたいな。でも、なんか実は日本人の歴史っていうのもすごく深いものがあって、その実は他国の時代に日本が江戸時代でやってたことってめちゃくちゃ世界最先端ですごいことやってたと。みんなでルールを決めて規律を守り、安定調和のある社会を作っていた、作れていたっていうことをこの本は教えてくれていて、まあ将来的にこれからね、英語でだいぶ喋ることができるようになってきたんで、こういう実は日本の歴史があるんだよってことを、なんだろう、神経を逆なでしないように、その、アメリカの別に白人だけがアメリカ人じゃないですけど、差別的にならないっていうところに気をつけたいですけど、英語でこうね、日本にもこういう歴史があって、モノマネだけやってる国じゃないんだ、うちは、みたいなことをこうしっかりと言えるような日本人になっていきたいなと。思った一冊なので、皆さんもぜひ読んでみてください。以上です。